青木由美と佐々木千秋の愛され召し上がれ、料理カウンセラーの青木由美です。今回もこの愛され召し上がれお聞きいただいてありがとうございます。皆さんこんばんは、女優の佐々木千秋です。この愛され召し上がれは、婚活は料理、レシピ作りとカウンセリングからをコンセプトに、料理カウンセラー青木由美さんが婚活ワンポイントアドバイス、簡単レシピ、最新便利調理器具情報など、完全女子目線のトレンド情報満載な番組です。ラジオをお聞きの皆様に、婚活、料理、女性らしく生きるヒントみたいなものをお届けできればと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。それではまずは青木由美さんの略歴をご紹介させていただきます。青木由美さんは千葉県のご出身で、調理師専門学校を卒業し調理師免許を取得。その後専門学校でアシスタント講師としてご活躍の後、2012年に起業されました。料理はコミュニケーションと考え、料理の作り方だけ教えるのではなく、料理を作る時間管理術、冷蔵庫の中身で料理を作れるようになる調理理論を指導され、全く新しいスタイルの婚活方法を提案する愛され飯を確立されました。現在は食を通じて女性が心、時間、経済の豊かさを得られ、安心して子育てができる日本の未来のために活動中でいらっしゃいます。ありがとうございます。そして私、佐々木千秋と申します。普段はドラマや映画に出演させていただいたり、佐藤製薬様、リゾン様ほか CM にも出演させていただいております。そしてここ市川うらら FM さんで、言霊アラカルト、ファントレタイムという番組でもレギュラーパーソナリティを務めさせていただいております。こんな二人でこの番組、愛され召し上がれ、進めてまいりたいと思いますが、今回最初のコーナーはラジオで婚活。このコーナーは料理を通じて婚活カウンセリングを実践されていらっしゃる青木由美さんが、将来そして現在婚活を考えている女性およびその親御さんに向けて、そのポイントや思わずしてしまう間違いなどについて、実際のカウンセリング経験をもとにアドバイスしていただくコーナーです。それでは由美さん、過去のご経験をもとにですね、今回も印象に残ってらっしゃる方のエピソードと、その婚活のプロセス、そして気になるその成果についてお話しいただけますでしょうか。今回ご紹介するのは、結婚はしたくないと言っていた同棲中の彼からプロポーズをしてもらった女性の話です。お、同棲、あ、そうなんですか。気になりますよね。気になりますよ。結婚したくないって言っている人からプロポーズしてもらうのって結構大変ですよね、はい、イメージ的にも ね、はい、でも彼女は、まあ、いつかね、変わってくれるかも、結婚したいって言ってくれるかもで待つだけじゃダメだって思ってですね、行動をし始めたんですね。その結果がプロポーズ、はい、ということなんですけれども、彼女ですね、お料理が苦手 で彼にお料理を作っても、んちょっといまいちって言われてしまってたんですよね。あら、頑張ってはいたんですけど、なかなかね。で、結婚の話を彼にするんですけれども、はい、痩せることができたらねって言われてですね、自分に自信もなくてちょっと傷ついてたんですね。その女性が痩せることができたら結婚も考えようかって言われてたんですね。なので彼女はですね、はい、痩せたい、そして、まあ、私から見たらそんなに気になる体型ではなかったんですよ、普通の標準体型なんですけれども、はい、でも自分では気にしていたご様子だったんですね、はい、で食事をですね、はい、まず変えて、そしてですね、やはり私のところで料理を勉強し始めてですね、はい、自分のためにも料理を作ろうということでですね、はい、自炊に変えて野菜中心の簡単なお料理から始めたんですね。ああ、なるほど。やはりね、お料理って大変っていうイメージがあると、なかなかね進められなかったりっていうのがありますので、ありますからね。そしてやはり料理をよしやるぞと思っても、はい、途中でですね、仕事が忙しかったりすると、帰って疲れたってソファーに座ってしまって、わかります、すいません、わかります。どうしてもダラダラしてしまったりとか、あ、もうこんな時間ってありますよね。あります、あります。そう、こういう生活の習慣っていうのをどうにかしなくっちゃということを彼女は考えていて、はい、まあ、そういったですね、日常の生活習慣をどうしようかっていう相談を受けていたんですね。あ、そうだったんですね。なので、まあ、このね、お料理する時間をどうやって作ろうかということから、ソファーに座らないで、はい、ね、帰ってきてカバンを置いて、はい、すぐにキッチンに向かおうかとか、うん、それからね、こうソファーの
場所を変えてみようかとか座らないような位置にというようなところで、はい、生活全体を変えるという工夫をちょっとしてもらいまして、はい、そしてですね、そのまま簡単なものだったらこれぐらいだったらできるかなっていうお料理をちょっとずつ始めてもらったんですね。はい、あの彼の、ね、言葉も痩せたら結婚ってちょっと大丈夫かな、なんか彼女泣いちゃうんじゃないかなってちょっと心配な点もあったんですけれども、はい、やっぱりこう彼女が少しずつこうできるようになってきて、はい、料理がちょっとずつできるという自信がついてきて、そうするとあんまり気にしなくなってきたんですよね。あ、その彼が、彼も気にしなくなって、本人も、もうまあいっかっていう形 で、そうなんですね、でも私料理ちょっとずつ上達したし自信がついてきたんですね。でやはり料理が苦手っていう理由としてですね、はい、まあ、あのスキル面、要はね包丁が上手じゃないなとかっていうスキルの問題と、はい、あとは苦手で面倒くさいなっていう、まあ、メンタル面の2つがありますので、はい、やはりね料理は作るこう簡単なものから始めて、少しずつ料理って簡単、毎日ねこうご飯を食べるのと同じように作るという習慣になっていったんですけれども、はい、ちょっとずつ習慣になると、はい、やはり野菜中心に簡単なものからやり始めますので、痩せてったんですよ。そうなんですね、少しずつ少しずつ痩せていって、で痩せたこと、はい、そして料理ができるようになったこと、この2点でさらにね自分に自信がついて、そしたらですね、はい、彼から、はい、まあ、料理がね美味しくないなどそういったことは全然言われなくなって、美味しいって言ってもらえるようになったんですよ。おー、そして、はい、結婚の決め手になったのは、赤ちゃんができたということで、おめでたーということでプロポーズをしてもらったんですけれども、はい、それまでですね、一切家事を手伝ってくれなかったっていう彼がですね、赤ちゃんができたっていうところから、お前は体を大事にしなくちゃっていうことを言ってもらって、ゴミ捨てとかお掃除とかもどんどん手伝ってくれるようになってですね、はい、そして彼女はね、あの彼と見事ね、望んでいた幸せな結婚生活ということを手に入れてったんですけれども、はい、いや本当にね安心しました。よかったと思って。すごいですね。やっぱりお料理ってこう自分でねできなかった方ができるようになると自信にもなりますし、はい、またこう彼にもね美味しいって言ってもらうためにはどうしようかなっていうことで向き合うことも多くなるので。まあ、このねでさらに栄養バランスも良くなりますし、やっぱりお料理ってね人とのコミュニケーションももちろんそうですけれども、はい、自分の体とのコミュニケーションでもあるんですよね。確かにそうですね。この2つが同時にできるっていうのはすごいことだなと思いますので、はい、ぜひね、ただねこう彼のために作ろうっていうのももちろんいいんですけれども、自分のために作るっていうのもちょっと大切にしてもらいたいなと思います。いやー、ちょっとね最初聞いた時はどうなるんだろうってちょっとドキドキして聞いてましたけれども、やっぱりご自身に自信がつくってこんなにもすごいことなのかなというふうに感じました。表情から変わりますから ね自信一つで、まあ今まで同じようなこと言われてても それまでは気にされてたところが気にならなくなるっていうのはそういうことなんですね。大きいですね。いやー、お料理を味方に完全につけましたね、はい、もうすごい強くなりました。ぜひぜひね、あの幸せな家庭を ね赤ちゃんと共に作ってもらいたいなと思います、というふうに感じました。羨ましい。皆さんいかがだったでしょうか。参考になりましたでしょうか。もっと詳しく知りたいという方はですね、青木さんのところで実際に勉強してみたいなどとお考えの方はぜひ一度愛され飯協会で検索していただければと思います。以上、ラジオで婚活のコーナーでした。京都で箸休め。さて、久しぶりのこのコーナー、京都で箸休め。このコーナーは京都が大好きな私たち2人が京都の魅力について思う存分好き勝手と申しますか、いわゆる独断と偏見プラス自分たちの京都旅行での実際の立ち寄りスポットなどについてですね語っていくコーナーです。題して京都で箸休め。久しぶりの今回は少し前になってしまうんですが、青木さんも私もこの春各々予定で京都を訪れさせていただいたので、そのあたりのお話をさせていただきたいなと思っております。はい、
い、秋さんはどちらに行かれたんですか？私ですね、はい、あの京都好きなのでよく行ってたんですけど、初めて二条城の中を見学してきたんですね。で二条城って、はい、あの大政奉還が伝えられたという場所で、そのちょうど広間も見てきたんですけど、はい、広間がですね、はい、あのお人形をちゃんと置いてあって、こういう感じで大政奉還が伝えられたんだろうなっていうのがリアルにわかるんですよ。はあ、そうなんですね。これ見ててびっくりしたんですけど、ちゃんとどんなことがあった場所なのかっていう説明書きもありまして、あ、勉強になる。たまたまですね、はい、私の後ろに立っていた海外からの観光客の方がですね、はい、その説明書き読んで、まあ、英語版のものを読んだんですけれども、はい、おー、ラストサムライって言ってたんですよ。あ、なるほどと。確かに最後のね、ラスト侍の一言で説明がつくんだなっていうのがちょっと印象的でびっくりな事件でした。確かにそうですもんね。二条城行かれたことあります？二条城はね、まだちゃんと中まで入ったことがないので、あのちょっと次回ね、ちょっと行ってみたいなという、あのスポットの一つでありますね。ぜひぜひ。あれ周りもやっぱり景色がとてもいいですので、はい、ちょっとねお散歩がてらで行くのもそうですよね、いいかもしれないですね。ちょっと楽しみにしたいなと思います。じゃあ今回、はい、千秋さんはどちらに行かれたんですか？私はね、あの結構ちょっとグルメツアー的な感じ で、行かせていただいたんですが、ちょっとあの、まあ、事務所の、まあ、代表とか、まあ、周りの方から結構おすすめいただいているミセンという、あの、はい、あの美しいに先と書いてミセンというお店に行ってきたんですけれども、阪急京都線の烏丸駅徒歩8分のところにあるんですが、湯葉丼の定食を、あ、いいですね、はい、食べてまいりました。あ、京都でね、湯葉っていいですもんね。そうなんですよ。ちょっとね、少し寒い時期だったので、あったかい、こう、あ、はい、お腹がとても温かい気持ちになりました。なるほど、はい。結構行きやすいお店ですか？それとも格式がある？見た感じは私の中ではですよ、ちょっと格式が高いかなって思ってた、いたんですけれども、本当にあの気軽にランチという感じで、あのメニューもちゃんとありましたし、あ、ランチでこうパッと行ける感じで、はいはい、そうなんです。私もちょっと行けたので、立ち寄ってみたいなと思います。次回行ってみてください、ゆみさんは好きなんでね、あゆは美味しいですよね、そうですよね。いや、私もね、やっぱり、はい、まあ、湯葉も結構京都行ってたまに食べることがあるんですけれども、今回はちょっとね、はい、すき焼きを食べてみようかなと思ったんですよ。いいですね。すき焼きってどこ行こうかなと思って、はい、三島亭という三島亭、お店で食べてきたんですけれども、あの京都の市役所のすぐ近くにあるお店でして、はい、ここがですね、もうお店の構えとかも、はい、あ、なんか昔からある老舗のお店かなっていうようなお店で、はい、個室で案内してくれるんですね。ほら、でそして、はい、その1階ではお肉もそのまま販売もしているんですけれども、はい、一頭買いしているいいお肉をそこのお店では使っていてですね、はい、もうすき焼き食べた時に口の中でね、とろける食感で甘みがギューっとなんかこう口の中広がるんですよ。もうこれはすごいと思ってですね、私普段あんまりお肉食べないというか、あのちょっとでいいんですね、ほんのちょっとでいいので、はい、食べきれるかなってこうお肉の量見た時に、あ、大丈夫かなと思ったんですけど、美味しくてペロリでした。あら、よかったです、ペロリと食べちゃったんですね。いやね、今回はちょっとグルメ多めになっちゃいましたけれども、そうですね、またちょっとね、京都行かれた際には、青木さんもね、行かれた際にはぜひこのコーナーでいろいろ私たちお話ししていきたいと思ってますので、次回をですね、あの楽しみにしていてください。以上、京都で箸休めのコーナーでした。サプライズゲストのコーナー、さて続いてはサプライズゲストのコーナーということですが、ただもうそもそもですね、コーナータイトルにサプライズとついてる時点でもうサプライズではないんですけれども、確かにおっしゃる通りですとにかくですね、あの実は前回ユミテキゴールデンレシピのコーナーにお越しいただきました音楽プロデューサーの、あの春さんですね、ご一緒にお仕事をされていらっしゃるチーム春のメンバーの方々にですね、今回はお越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。大変恐縮いたしますが、あの各々自己紹介の方お願いできますでしょうか。はい、はい、チーム春のメンバーのアキロと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
チーム春、サウンドデザイナーの小林秀幸と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いや、春さんと、お二人の関係っていうのは どういうことになってるんですか、チーム春として、ね、そうですね、はい、僕はちょっと多分前回のラジオの時にちょっと説明があったかもしれないんですけど、はい、まあ、今音楽ユニットの春っていうところでもユニットとして活動してまして、で、まあ、その春の息子に当たっちゃうっていう感じになりますね。当たっちゃいました。そうなんですね。小林さんは、はい、私は、はい、まあ、その、ユニット春などの、まあ、制作の中でアレンジですとか、はい、その辺のお手伝いをさせていただいております。なるほど、はい、なるほど。ちなみに一つ聞いていいですか、はい、まあ、お仕事の仲間そして、親子という観点から見て、はい、ぜひあの春さんの、ね、こうプライベートな一面とかを教えていただけたらいいなと思ったんですけど、どんな方ですか、うん、ここは息子さんの方。そうですね、まあ、何でしょう、お酒が好き。ああ、これはまあ間違いないかなと。お酒が好きなんですね。そうですね。あ、じゃあ結構飲まれる、ご一緒に飲まれるんですか。僕はあんまお酒は飲まないんですけど、はい、私は結構一緒に同席させていただくことは多いですね。あ、はい、そうなんですね。これ僕ウーロン茶飲んでたりとか、ね、なるほど、コーラ飲んでたりとか、なんかそんな感じになってますね、はい、飲んでいる時にも結構こう曲の話とか音楽の話されてるんですか。もちろんされてますし、はい、まあ、そうですね、雑談も踏まえて音楽の話とかもさせていただいてます。なんか貴重な話が聞けそうですよね。ねえ、なんかその席にちょっとね見かけたらほーって思っちゃいますね。びっくりしますよね。あの前回あの春さんにゴールデンレシピですよね、贈呈させていただいたんですけれども、まあ、あのご覧になられあ お聞きいただきましたか。レシピ見させていただきました。あ、はい、ありがとうございます。あのカレー炒め、ええ、ちょっとまだ作ってはないみたいなんですけど、タイミング見てなんかやるみたいです。あ、キッチンに立ったら作るんじゃないでしょうかね。あ、じゃあね、ご自宅で飲み会なんて言った時に披露っていうのがね、楽しみ楽しみ。もうカレー臭したら絶対それだって。間違いないですね。なるほど、それ扉開けた瞬間ちょっと楽しみになるかもしれない。分かるかもしれない。確かに。そうなんですね、まあ、実際にその、まあ、お仕事でもそうですし、まあ、プライベートもそうだとは思うんですけれども、はい、あのこの音楽ユニットっていうのは、こう皆さんこうユニットを組まれてるような感じだと思うんですけども、はい、まあ、どうやってこうできていくんですか。ちょっと話戻っちゃうんですけども、どうするんですかね。音楽ユニットがってところですね。そうですね、音楽ユニットは、音楽ユニットはそうですね、多分どういう風にセッティングされるかとかもあると思うんですけど、結構音楽やってる人って一人で作る方が多いんですけど、一、うん、人でやってると寂しくなるんじゃないですかね。仲間を集まってみんなでやろう感が出てくるのはあるかもしれないですけど、ね、前は意見交換しながらっていうところですかね。基本的一人でこもってることが多いので、なんか事務所さんに所属されててユニット組むとかではなければ、あの多分バンドやろうぜみたいな、そんな感じじゃないですかね。なるほど、すごい分かりやすいですね。バンド組もうってなんとなくこうイメージがすごく分かるんですけれども、走って走りながら仲いいやつ、お、ちょっとバンドやねみたいな、そんな楽そういう感じですか。キャッチボールしながらバンドやねみたいなとか、そうなんですね、あるんじゃないですかね、もしかしたら。秋広さん自身はこうずっとあのちっちゃい時からもう音楽に触れてたんですか。そうですね、ちっちゃい頃ですピアノは習い事でやってまして、まあそれで小学6年生ぐらいまでやって、ちょっとなんか苦手な曲出てきてやってらんねえよってなってやめちゃったんですけど。苦手な曲で。じゃあそれでまた大人になってから音楽をと。そうですね、高校生ぐらいの時からまたちょっと音楽の方も触れ始めて、まあ、今に至ると言いますか、そうなんですね。なるほど。小林さんは、はい、
どういったきっかけで音楽の業界に？私はもともと、両親がピアノの、ピアニストだったので、子供の頃から家では音楽は流れてたんですけども、割と中学生までは反動で音楽はやってなかったです。反動が？そうなんですね。で、まあ、あるきっかけでバンドを始めるようになって、そこからですかね。はい、なるほど。皆さんさまざまな、ね、はい、道を通って、ね、最終的にやっぱり音楽が好きということで戻ってくるんですかね。戻ってきてしまいました。すごい。じゃあもうピアノの影響っていうのがやっぱり作る曲などにも出てきたりしますか？あるのかもしれないですね。はい、まあ、クラシック聴いてたので、まあ、その辺の要素はもしかしたら今でも出てきてしまってるのかなっていうところはあります。なんかすごいです ね、こう音楽を作るって私たちは本当に聞くだけになってしまっているので、実際にそのね、あの過程とか実際にどうやって関わってきたかって聞く機会が本当にないんですよ。なのでこうやって今回ねお伺いすることできてすごく貴重な時間いただけたなというふうに、感じました、ね、もっともっとちょっとお話伺いたかったんですけれども、はい、お時間と、ね、なってしまったようでございますので、はい、今回のお越しいただきましたのは、ユニット春野明弘さん、そしてチーム春野小林さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。以上サプライズゲストのコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングの時間になってまいりました。この愛され召し上がれは毎月第2、第4火曜夕方6時からお送りしておりますので、ぜひぜひ次回放送もお聞きいただければと思います。いやー、はい、今回も緊張しましたけれども、なんか音楽の裏側を聞けるってこう貴重な体験をねさせてもらいましたよね。もうなかなかねお伺いすることなんてできないことを皆さん聞けて嬉しかったなというふうに思いました、そしてね、私青木由美の SNS、インスタや Facebook にこの番組の各コーナーでご紹介させていただきましたお料理の画像なんかもアップしておりますので、ぜひチェックいただければと思います。はい、それではですね、今回はこのあたりで、皆様のお相手は青木由美と佐々木千明でした。またお耳にかかりましょう。それでは皆様、愛され召し上がれ。